You understand? Of course. It is not the correct company. So, we would like to Taiwan to be able to participate in the Olympics with the correct company name Taiwan. Not Chinese Taipei. Taiwan, Taiwan. Not Chinese Taipei.Everyone in the world understand Japanese can sign this way. I'd like to congratulate, many congratulate. Thank you for my respect. Thank you. You know it all. ご存知だと思います。平昌五輪ではチャイニーズタイペイというフラッグを持って出場しましたが、本来それは正式なまた台湾の人々が望むフラッグではありません。台湾は台湾というきちんとした国名で出場したい。これを我々に置き換えてみると、もし日本国という我々の国家名を次のオリンピックでチャイニーズジャパンというフラッグを掲げて出場しなさいと言われたら、我々は絶対に許さないです。中国共産党による圧力によって台湾は自分たちの掲げたいフラッグで出場することが今できません。チャイニーズタイペイなどという国家名でしか出場できません。しかし他国の圧力や政治的ないろんな意図で台湾というきっちりとした独立国家があるにもかかわらず、勝手にこういう圧力をしてはならない。東京五輪2020年がもうじきやってまいりますが、その時に日本の我々もそれを許してはいけない。皆さんのご理解と署名のご協力で、台湾を台湾に対してのフラッグではなく、台湾という国名でこの日本の出場国として迎えようではありませんか。ご無礼様、署名ご協力をお願いいたします。台湾は中国ではありません。台湾はチャイニーズタイペイではありません。台湾の選手さんは台湾と呼んで歓迎しましょう。ご協力をお願いいたします。台湾のオリンピック代表をチャイニーズタイペイと呼んで侮辱する東京オリンピックにしてはなりません。署名ご協力をお願いいたします。この署名活動は日本と台湾同時に行っております。ありがとうございました。署名ご協力お願いします。どうぞ多くの方のお名前です。台湾は台湾です。チャイナの一部ではありません。それにあるにもかかわらず、東京オリンピックで台湾の代表をチャイニーズタイペイと組んで4人組にしました。署名ご協力をお願いいたします。台湾は台湾です。中国の領土ではありません。署名ご協力をお願いします。2020年東京オリンピックで台湾のセンターをチャイニーズタイペイと呼んで出場することはいけません。署名ご協力をお願いします。台湾の選手さんは台湾と呼んで歓迎し、そして声援を送りましょう。署名ご協力をお願いいたします。初めて署名は東京都議会に提出いたします。日本人と台湾人一緒にお願いしているところです。署名ご協力をお願いします。台湾は台湾です。どうぞ署名ご協力お願いします。台湾の名称で応援し、そしてそのプラカードで入場行進をしてもらいますように、東京都議会へ訴える、そのための請願署名をただいま行っております。ぜひ意識をご理解いただいて、この署名に参加いただきたいと思います。それに書いていただいた署名は、これを東京都議会に提出をいたします。ぜひこの署名にご協力をお願いいたします。チャイニーズタイペイ、中華台北という現在台湾が強制されているこの名称は、文字通り
中国領台北、台湾は中国の一部であると主張する中国による、これは押し付け強制であります。もちろん台湾の人たちはこの名称で呼ばれることを望んでおりません。考えてみてください。もし日本人がオリンピックに参加したときに日本以外の名称で呼ばれる、この請願署名を行っております。ぜひこの署名にご協力をお願いいたします。台湾は中国の一部ではありません。台湾は台湾人の国です。どうか、日本の皆さん、この署名にご協力、お力添えをお願いしたいと思います。皆さんの中で台湾に行ったことがある人は、たくさんいらっしゃると思いますが、どなたもチャイニーズタイペイに行くなどと、言って、出かける人はいないと思います。チャイニーズタイペイなどというのは中国が台湾に押し付けている、政治宣伝に他なりません。こんな名前をやめて台湾の人たちが望む台湾の名称で2020年のオリンピックに参加してもらい、そして応援ができますように、ぜひ、この署名にご協力をお願いしたいと思います。In order to let Taiwanese team take part in the 2020 Tokyo Olympics with the name of Taiwan, not Chinese Taipei. Please put signatures for Taiwan. Taiwan 就是台湾，不是中国台北。为了让台湾队以台湾名义来参加2020东京奥运。我们现在收集签名，请你作弊签名。台湾的台湾的领导，台湾的台湾的台湾的领导，2020年东京奥运会上，台湾人民그릇된자유민주주의가아니고바른台湾이라는이름으로참가할수있도록우리들은지금원하는보고있습니다본인따름을해주십시오台湾は台湾です。チャイニーズタイペイではありません。2020年東京オリンピックで台湾選手団がチャイニーズタイペイではなく台湾の名前で参加できるように、お願いします。我々は今それを集めています。台湾は中国ではありません。お願いします。お願いします。台湾に台湾がチャイニーズタイペイ、 We are now collecting signatures in order to let Taiwanese team take part in the 2020 Tokyo Olympics with the name of Taiwan, not Chinese Taipei. Please put signatures for Taiwan. 台湾就是台湾，不是中国台北。为了让台湾队以台湾名义来参加2020东京奥运，我们现在恭喜签名，请你作弊签名。台湾的台湾人的台湾大会的韩先生，你就是你先生，恭喜我这个吧。台湾人民，不是台湾大会的韩部，而是台湾人的支部，他们的好事多，我们的支部。다른모두입니다. 여기 다른 모두 입니다.
台湾は台湾です。台湾に近づけではありません。2020年東京オリンピックで台湾選手団が台湾に近づけではなく台湾の名前で参加できるように、我々は今、台湾に近づけています。おめでとうございます。